テツテツコテツテツテツコテツテツテツコテツのコテツワールド。本日はドクター復元にコロナのですね、RNA ワクチンについてですね、前回途中まで行きましてですね、なんか分かったようで分からなかった続きということで、第2話に、お話を伺いたいと思います。今回もですね、ちょっと前回の復習も、少し入れながらということですが、いきなり話が飛んでしまいますので、分からない場合はまた、ラジオ局の方へ質問をいただくか、はい、余計分からんようになったという話に、ね、なるかもしれませんので、また次回の番組ですね、分かりやすく説明していきたいと思います。そういうことか、メッセンジャー RNA って、なんか初めて聞きました、こんな話。注射型、本当はね、メッセンジャー RNA ワクチンですか。本当は注射型メッセンジャー RNA ワクチン。なんて、就職。はい、飾る。そうなんですね。本当の正式名は、就職型メッセンジャー RNA ワクチンなんです。今まで売ってきたやつは。ほんでなんですけど、はい、でそれで、ね、やっぱり安定してスパイクタンパク作らなくてはならないし、でも今小手さんが今までにないRNA っておっしゃったでしょ、まさしくそうなんですよ。それを開発したから、ちょっと試してみたいわな。作った人としてはね、いろんなものを応用聞くんやったら、応用聞くんですよ。で、じゃあ今まで存在してないようなメッセンジャー RNA でね、やると気持ち悪いでしょ。未知のものって、人間し分からないものって恐怖がありますからね。分かるですよね。そうなんですよ。で、じゃあ長持ちするんじゃなくて、普通の RNA を使って、はい、打ったらタンパクを作りながら、RNA、いわゆる立ち寿司自身がコピーできるようなものを作ったら、そしたら安定してスパイクタンパクが作れるやないかという発想になったのが、今回のレプリ自己増殖型レプリコンワクチンなんです。存在しないような RNA を作って長持ちさせる、分解を遅らせて作ろうといったら、今までのファイザーとかモデルナとか作ったワクチンなんですよ。で、今回のワクチンは、第一三共さんの作ったワクチンは、材料は今までと同じ、就職をしてませんよ。だけど、すぐ分解されると、安定してスパイクタンパクができないので、RNA を増殖させる、コピーを作る。はい。なら、安定してたくさんスパイクタンパクできるでしょ。伝言ゲームみたいなもんですよね。同じ言葉を、ね、はい、伝えていくものを何か作っておけばいいということですね。差し図をいっぱい作るか、丈夫な差し図を1枚作るかもしれない。その差し図をいっぱいコピーしたやつをそこら中に貼り付けておけばいいということとはまたちょっと違うかもしれませんけどね。いっぱい自己増殖させれば、安定して体内で持続的にタンパクを作ることができますよね。同じものをポコ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 ね、できるようにしておけばね。で、そして少量でも
あのスパイクタンパクを作る、いわゆる抗原抗体あのスパイクタンパクを作るものを開発したんですよ。ほう、それがまあ、でちょっとここであの不安がある人、あれ増殖する、でウイルスそのものやないかと。まあそういうことか。勝手に増えるのはウイルスやろ、うん、というわけ、そんなもん打ったら、打った人から感染していくじゃんかっていう、打ってない人にもその打った効果が感染するということですかね。そうなんですよ、でということなんです。だから怖いって言い始めた。まあ、がでも、まあ、でも僕はそういうことはあんまりないと思うんですよね。ないというか、今までもね、はい、ワクチンで生ワクチンってあったでしょ、生ワクチン。生ワクチンっていうのは弱毒化、はい、要するに感染力を極端に落としたワクチンなんです。ワクチンはワクチン、ワクチンの、弱毒化、生ワクチンというのはウイルスを弱毒化、いわゆる感染力を弱くした、移らないようにしたワクチンなんです。ウイルスなんですよ、生ワクチンっていうのは、っていうことはある程度は複製はするけれども、他人に移すほど複製する力はないウイルスなんですよ、生ワクチン、弱毒化生ワクチンっていうのは。へ、だいぶ難しくなってきました。まあまあ従来のワクチンに近いの注射っていうのは、まあそういうものなんですね。従来の生ワクチンに近いんですよ、逆に。使ってる材料は今までと同じ、不天然のものだから、今までの弱毒化ウイルスの、弱毒化生ワクチンと非常に近いものなんです。そういう意味では、明治製菓ファルマさんが、社長さんが言うように、今まで十分安全性については検証されてきたものだから、科学的根拠のない、誹謗中傷はやめてくれと、続けるようであれば訴えるぞという、なるほど、まあそれも今まで使ってるやつと一緒やから、近いから、ああそれで、そうは言うけれども、お前、その生ワクチンというのは、どういう生、何を、どういうも、どういうものかというと、馬、ひ、大馬さん、馬の脳炎、はい、ウイルス、を使ってんですよ。へー、馬の脳炎を起こすウイルスの構造を、参考にして、そのウイルスの中にスパイクタンパクの、遺伝情報を入れたものを使ったんですよ。だからウイルスとしてはある程度増殖する、いわゆる自己増殖型、で生ワクチン的に弱毒化してやるから、はい、他人に移すことはない、生ワクチン、今までの生ワクチンと一緒でしょ、ただ安全性に関しては長期的には評価していくけれども、あんまり無駄とか言うなって思った。なんか分かったようでよく分かんないですね。でしょうね。なんか
全問答みたいな話になってきたような気がしますけど結果どうなんやと聞きたいんですけど、まあそれは、まあ、まだ実証できてない、ね、長期的にいいので、まあうん、あのね、ヒトニュートスサラに関してはノブドのワクチンと同じだから、うん、僕はあの人にうつるっていうことはないと思います。で人にうつる、うん、シェディングですね、うん、シェディングが起こるからあのとんでもないとい まあ、専門家もいますけれども、まあ、それはあの明治製菓さんの言う通りあのちょっと、今までの科学的なデータを踏まえたら言い過ぎじゃないかというのはよくわかります。うん、まあこの辺の詳しい話はですね、なかなかその今テレビでもあんまりね言わないし、ちょっと新聞にもそんな詳しいことが多分出てなかったんじゃないか、まあ、専門書とかそういう関係のね雑誌とかは出てたのかもしれませんけどね。あもう本当あの最先端のね専門、はい、学術書を、うん論文には出てるけども、はい、あのマスコミの人たちも分かってない。いやマスコミの人もそこまで知識がないですよね。その専門に、習った人ならまあ別ですけど、そしてマスコミの人たちが専門家にインタビューしましたって、うん、その専門家もあの的外れな専門家、お医者さんだとか、うん、あの分子生物学、ウイルス学、それからあのワクチンのに関して知識を持った人じゃない、感染症のお医者さんだとか、うん、あの呼吸器のお医者さんのなんか、教授とはついてるけども普通の医者、はあはあ、医者はあのこういう専門的なところよくわからないですよ。まあ確かにあの、まあ、お医者さんにも専門がありますからね。そうです、はい、あのお医者さんは病気を治すことが専門であって、うんはい、ウイルスだとか、薬の構造だとか、開発の経緯だとか、はい、それから安全性の評価、薬の安全性表現に関しては、うん、あのメーカーの言われたままです。うん、まあそれはそうですよね。そんなたくさんの薬、病気の専門家、でマスコミは病気の専門家がこのワクチンの専門家だと、うん、見分けがつかないんですよマスコミの人たちは。ああ、まあそうですね。あの一般の人もそうですよね。病院へ行って白衣を着ていれば全てお医者さんだと思ってしまうのと、まあ、似たような感じはありますね。お医者さんだから、はい、この、このお医者さんだから、はい、この病気に関しては全てのことを知っている、はい、だから薬のことも知っている、うん、この薬の安全性についてのデータも分かっている、うん、まあまあ、一般の人に比べると多少知識はありますのでね、そう思ってしまいますね。知識と言っても、製薬メーカーさんが、うん、に吹き込まれたことを、そのまま鵜呑みにしてるだけのことであって、うん、データを見て、はい、いわゆるおかしいぞとか、うんいうことはもうそこまで忙しいですからね、言わないんですよ。うん、いやそれはそうやと思います。お医者さんも、自分のその専門の分野のこういう症状が出たら、まあ、この薬とこの薬は効くよということは製薬会社が持ってきてるから製薬会社が言ってたねとそれを処方しますよね。製薬会社が言ってたこの効果と、あんたの病気一致するから俺はこの処方するよ、うん、病気の診断はできるけども、うん、薬の評価はできないんですよ、うん、まあそれはそうです。そこは研究してませんからね。そこは研究じゃないの、それはまだ別の人が、ねうんはい、やってますからね。でだから今回のあれはもう一つ薬剤的な知識はないんですよ。薬剤学、そこに大きな問題があるんですよ。この RNA ワクチンともう一つ大きなワクチン問題があるんですよ。うん、
あのドラッグデリバリーシステムっていうの話なんですけども、はい、それなりにあの薬を、まあ、配達するシステムということですか。そうなんですよ、はい、あの先ほど RNA は非常に、不安定だと言いましたでしょう、そしたら安定して細胞、人間の細胞の中、特定の細胞の中に運ばなくてはならないんですよ。ああ、そうか、増殖したい RNA を、増殖できる環境へ持っていかないと、ええ、まあいや、あの、温室で育つ植物なら、ね、寒いところに置いといてもあかんから温室で持っていくような、ね、いうようなことでございますかね。そういうことなんですよ。はい。うん。ね。うん。ね、ね、何か作るという、あの、油の膜で、ね、包んだ、ちっちゃなね、油の膜で包んだ、あの、本当に非常に、あの、LNP っていうんですけども、あの、うん、油の膜に包んだ、はい、シャボン玉の中に、油のシャボン玉の中にね、うん、RNA を入れてるんですよ。はい、そうすると、その、脂質にくるまれた、うん、RNA は細胞のところに近づくと、うん、細胞と融合、細胞膜っていうのは油の膜ですからね、うん、膜ですから融合しちゃうんですよ、うん、そして細胞の中に RNA を入れ込んで入っちゃう、うん、ほう、いやまあそれってあの薬でもそうですよね、あの、ね、口の中であのパッと薬が割れないようにあのタブレットに入れて胃の中で溶けるようにしているようなもんですよね。そうです、うん、はい、とか胃酸で溶けないようにコーティングして、うん、はい、腸で安定して吸収できるように、うん、これをね薬を配達するシステムって、工夫ということで、うん、ドラッグデリバリーシステムって言うんですよ。ほう、薬の効能効果で、はい、重要なあれ要素になるんですよ、うん、ドラッグデリバリーシステム。はあ、まあそれはあのピンポイントで効かそうだ、そこへ行った時にパッと効くようにしないとダメですからね。そうなんですよ、うん、そうピンポイント、はい、ピンポイントなんですよ、はい、あれ細胞の中に入る、うん、ウイルスどうですよね。うん、そうですね。コロナウイルス、はい、コロナウイルスは、はい、コロナウイルスはコロあのその細胞の膜のところに、うん、スパイクタンパクというトゲがあるという記事でよく出てますね。なんかうまいことその鍵穴みたいなのにめがけて具合を入っていくようななんか漫画も書いてありますよね。そうですね、うん、うん、スパイクタンパクというのは、はい、ACE という特定 の, その穴にしかつかないんですよ。はあ、なんかあの、はいはい、あの鍵穴が合わないとダメだというような。受容体というんですけども、うん、ACE、アンジオテンシン E、受容体というんです、ACE 受容体。はい。で、その受容体が、あの喉の粘膜だとか肺 の, あの粘膜 の, とこの細胞にあるんですよ、その穴が、うんうん、だから、まあ、その入りやすいところがね、うん、ウイルスは、うん、あれコロナウイルスは、はい、その狙ったところにだけ感染するんですよ、うん、はい、うん、うん、だから喉が痛いとか肺炎になるとか言うんですよ、うん、膀胱炎にならないんですよ。まあそうですね、うん、ですよね、うん、うん、ところが今あの脂質の膜で包んだ RNA はあの細胞と融合しますよって言いましたよね、うん、だからどの細胞にも融合しちゃうんです。うん、ウイルスの方があの身分をなんて特定のところしかピンポイントとしか入らないんですよ、細胞の中へ、うん、この脂質で包んだ RNA は RNA ワクチンは どの細胞でも入っちゃうんですよ、うん、
なんか最初言ってたでしょ、いろ体のいろんなところにこの RNA ワクチンが入ってしまうんです。それが怖いんです。うーん、脳にも入っていく、心臓にも入っていく、うん、肺にも入っていく、はい、それが怖いんです、まあ、はあ、まあ体のあらゆるところで、まあ、作り出すという、そうですよ、うん、体のあらゆるところでスパイクタンパク作るんですよ。うーん、なるほど。で体のあらゆるところでスパイクタンパク作り始めました。はい、なら免疫っていうのは異物が入ったら退治するって言いますよね。うん、ならいろんなあの変なタンパク作る細胞があればそれは異物とみなすんですよ。うん、で細胞というのはつるんとしたあのボールザマセルで、セルというかな、カプセルみたいなもんじゃなくて、うん、中で作ってるタンパク、うちらこんなタンパク作ってますよ、こんなタンパク作ってますよという膜表面にね、サンプルとして出してるんですよ。だから、うん、うん、そういう、あるんですよ。うん、うん、だから、変なもの作ってる細胞があったら、免疫システムが働いて、その細胞を除くんですよ。うん、うん、だから免疫がしっかりしてたら、例えばがん細胞はちっちゃいうちに除かれていくんですよね。うん、まあまあ、誰しもできるけども、はい、除かれるから増殖が防がれるということですよね。ほんでこの RNA ワクチンは体のどんなところ見境もなくに入っていくんで、そこで見境もなくスパイクタンパク作ると体の免疫は、あ、こいつもおかしい、こいつもおかしいと覗いていくんですよ。うん、だから全身で炎症が起こる。うん、これが怖いんですよ、実際は。うん、ドラッグデリバリーシステムがピンポイントで入っていくんですねっていうね、小瀬さんおっしゃってます、うん、はい、ええ、ピンポイントじゃないから怖いんですよ。ああ、まあそのよくコロナが感染する、まあ、喉とかね、そういうとこだけに入ったらいいですよ、まあ、いいけども、そこにだけ免疫があれば、うん、ああそういうことか。他のところにいらんところに余計なもん、いらんところに入っていって、うん、そこでスパイクタンパク作って、うん、だから若い男性で、ね、心筋炎とかね起こる、心臓とかが似てるんちゃうかって、だから疑われるんです。うーん、いわゆるワクチン打ったら脳のがボーッとする人があるとかね、はい、ああ、うん、まあいろんな症状が人によって違いますからね。違うんですよ、だ、うん、人によって行くところが違うんですよ。うん、だからいろんな症状が出てるんですよ。うん、だからドラッグデリバリーシステムというのは非常に重要なんですよ。ターゲティングって言うんですけどね、これを。うん、まあ、そのターゲットやから、その目標を定めていかないとダメですよね。それは、そうなんですよ。必要なところだけ行けばいいんだけども、はい、長持ちするは、あらゆるあちこちに入り込むは、だから怖いっていうんですよ。なるほどね。まあ、ちょっと擦り傷したところにね、昔で言うとその赤チンを塗っとけばいいというんじゃなくて、この赤チンを頭からかぶるようなもんですかね。その通りです、はい、全然いらないところにまでつけたりというようなね。かなり小手さん知識は広がりましたよ。ああ、ありがとうございます。はい、テツテツコテツテツテツコテツテツテツコテツのコテツワールド。